アンディラウは香港の俳優、歌手、映画プロデューサー。花子の愛称で慕われている。幼少の頃より芸能活動をしており、当時は両親の屋台を手伝うため夜12時に寝て、朝は4時か5時に起きるという生活を続けていた。TVB 俳優養成所を卒業後に映画デビューし、1985年からは歌手としての活動も開始。ジャッキー・チュン。 アーロン・クオック、レオン・ライトともに4大天皇と呼ばれ、一時代を築いた。出演映画数は100本を超える。俳優賞を何度も受賞しており、主演男優賞は5回受賞している。2005年、ラウは香港の1985年から2005年の第1位の男優賞を受賞し、過去20年間に108本の映画を撮影したことで、 合計17億3327万5816六香港ドルの興行収入を得た。2007年にはニールセンカンパニーからニールセンボックスオフィススター賞を受賞した。達筆としても知られ、出演映画のタイトルを自らの筆で書いていることもある。1994年、アンディラウチャリティーズ相を設立した。これは困窮している人々を支援し、 幅広い若者教育サービスを促進している。2008年、四川大地震の犠牲者への救済のために、基金募金キャンペーンをまとめる上で主要な役割を果たした。災害かつ最も野心的なチャリティーイベントの一つであった。ラウは、ショービーズでの30年間のチャリティー活動への積極的な関与が認められ、2008年に香港特別行政区政府から、 平和の正義として表彰された。2010年5月、香港シュエヤン大学から文学博士の学位を授与された。2008年、ラウは元モデルのキャロル・チューと結婚した。同年に第一子の女ジ児ジが誕生した。2017年1月、ラウはタイの首都バンコクから3時間離れたカオラックでの商業を撮影中に放り出され、馬に踏みつけられて重傷を負った。 8月に復帰することができ、負傷から95%を回復し、年末までに完全に回復したと述べた。現在のラウは主に、井上和彦、寺園正樹、森田淳平の3者が吹き替えを担当し、旧作のソフト用の新読では、桐本拓也や内田優也が担当。また、過去には、小杉十郎太や平田博明、堀内健優なども担当していた。 池田周一石丸博や井上和彦井上、はじめ内田雄や大塚義忠田かなお哲夫菊池、まさみき拓也くすのきたい小杉十郎太後藤厚子山力也高宮俊介、田中正幸辻,辻谷孝治坊井智広寺蕎馬、まさき当時、広木成田県、檜山信行平田広明藤間修藤原慶治古屋、徹る保留寺県優村山明森川智之も降りた。 純平山寺光一など、ありがとうございます。